はい、皆さんこんばんは。ミニチューブニュースお送りいたします。2018年3月のミニチューブニュースはちょっと内容が多くなるので、2回に分けてお送りしたいと思います。今日はその第1回目で、このミニチューブがですね、2017年の10月からね、番組が始まりまして、この3月までの6ヶ月間がミニチューブ前期という形で、一旦番組がね、また改編されます。今度は4月から9月までミニチューブ後期として、番組がスタート新たにしますので、その番組を今日はご紹介します。で、このですね、4月のスタートをね、待たずして3月からすでに新しい番組が3つ始まりました。1つはね、カズマテル TV、このね、パーソナリティの上川さんは、YouTube のプロデューサーのカズさんが、すごい好きらしくて、あの大ファンなんですね。それで、まあ、いろんな方のビジネスの話を聞きながら、まあ、カズさんがね、番組にやってきてくれる日を待ってるみたいな、なんかユニークなタイトルの番組ですけれども、あとですね、Dスタート四日市チャンネル、美と健康の最新情報という番組も始まりました。こちらの方は、Dスタート四日市さんというのがですね、このミニチューブのすぐ近くにあるんですけれども、そちらは女性に特化した、レンタルスペースになってまして、美容関係の方とかね、そういう方がいろんな美容関係のビジネスをしている、そんなレンタルスペースなんですけれども、そちらの皆さんが美容とか健康の話を順番にしていただけるという、そういう番組です。ぜひ女性の方ね、注目してください。そして、もう一つね、スタートしている番組が森岡恵美さんのカラフルデイズです。森岡さんはですね、心理学をね、ずっと勉強してこられて、今はね、子育て中ということでですね、お仕事を、中心にされてるわけではないんですけれども、だからこう自分のね、好きな心理学とか、子育てのこととか教育のこととか、そういうことをいろいろね、発信していきたいということで番組をスタートしてくれました。こちらの3つはですね、もう3月からすでに始まって、この後期もずっと継続していただきます。他にですね、この4月から始まる新しい番組ですね、まだ全然ね、皆さんの前にお目見えしてませんけれども、こちらの方もまずは、夢コンシェルジュ、こちらはですね、塾の先生、青木先生がね、若い皆さんに向けて、そしてね、お母様とかにも向けて、いろいろ教育の話なんかもしてくださると思います。青木先生の話ね、とっても分かりやすいですのでね、ぜひご覧ください。そして、もう一つですね、こちらは整体の先生なんですけれども、美奈子さんとし、中谷美奈子さんがね、骨盤きれいで毎日元気のホットミナチャンネルというものを、始めてくれます。こちらの方は、整体カイロプラクティックですね、医療的なカイロ以外に、中谷さんの方では美容カイロというのにも取り組んでおられましてですね、あとカイロの先生がたくさんいらっしゃるので、いろんな先生もご紹介していただけるということです。こちらも、この4月から始まります。あとですね、2番組まだね、正式にタイトルが決まってなくて、ちょっと4月の最初からではなくて中盤から多分始まるという予定なんですけれども、仮にですね、新しい番組がまた今度ね、ご紹介したいと思います。あと今のはね、全部新しい番組のご紹介でしたけれども、この、前期からのね、継続の番組もいろいろあります。中身をちょっとね、リニューアルしたものとかね、もありますので、ちょっとこちらもご紹介しますね。まずはスピリチュアルメッセージ、こちらは、ずっとね、この前期の間一番人気だった、スピリチュアルカウンセラーしおりさんの番組、今回ちょっと内容がリニューアルされましてですね、スピリチュアルの裏側の話もしちゃおうという、すごい興味深い内容になってます。こうご期待です。そして、
お金の話、保険選び .com さんのですね、松澤さんが、マネー講師でいらっしゃる松澤さんがいつもですね、教育資金であるとか住宅資金であるとか、ね、そういう皆さんの、ファイナンシャルリテラシーをこう上げてくれるようなね、そういう知恵をくれる、内容のお話、すごい真面目な内容なんですけれどもね、毎回ね、ご覧になったらどんどんね、皆さんがお金に働いてもらう、そういうやり方が分かってくるんじゃないかなと思います。そして、日本薬膳学会、こちらのね番組も、継続します。いつもはね、大学で授業されてる、高木先生と浦田先生がねお二人で、一般の皆さんに向けて、大学の授業ではないね、もっと分かりやすい薬膳のお話をいただいております。で、ね、ぜひ普段のお食事の中にね、こう薬膳の知恵を取り入れてくださいということで、分かりやすく、お話しいただいているので、ぜひぜひ、ね、お料理される方は本当に気にしてみていただけたらいいんじゃないかなと思います。そうやって、あとですね、継続番組の方、いつもねすごいユニークなゲストの方をいろいろお連れいただいてます。坂の上の雲に向かって、こちら稲垣さんね、すごい人脈のある方なんですよ。で、この前期にですね登場してくれた、加藤由美さんというミスユニバース日本代、あ、日本じゃない、三重代表の、ね、方を、ゲストに呼んでいただいたんですけれども、なんとこの前ですね、日本大会がありまして、その加藤由美さん、日本の代表になられたということで、今までは三重代表だったんですけども、日本代表になられました。でもまたこの三重チューブに登場していただけるということで、楽しみに待っております。皆さんもね、ぜひお楽しみになさっててください。はい、そして、四日市美容師会さんの番組、ね、ザビですけれども、こちらもね、いつも四日市市のいろんな美容師さんをね、ご紹介していただいてます。これからも、いろんな、ね、美容室の情報、皆さんぜひチェックしてください。そして他にもですね、忍びの勇者イガジャ、これはねだいぶ後半になってから少しスタートして、まだ数本しかね、まだ番組ありませんけれども、こちらも引き続きイガジャの情報を発信していきます。はい、そして、特番でやってました5週目はキャットシングスさんのシング、これは実は私がね所属私がやってる親子バンド、キャットシングスさんのシングの、ライブの時にね、音は悪いんですけれども、もうカメラで撮ったねビデオがあって、それをね5週目の時にちょっと皆さんに見ていただいてたんですけれども、こちらの方をね今度はレギュラー番組にしちゃおうということで、ライブだけじゃなくってお話も、入れていけたらいいなと思ってますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。そして、四日市の映画監督、新里武さんの映画の作り人、そして名古屋でね市民映画の監督をなさってる石丸みどりさん、石丸さんはね今まで番組が、プロデューサーただ丸のあなたをプロデュースで、この2つの番組がですね、後期はですねなんとタッグを組みまして、1つになると石丸監督と新里監督で映画のことをねいろいろ語っていただいたり、実際にいろんな映像を作っていただいて、ここで流していこうと思いますんで、皆さん本当に楽しみにしててください。はい、そして、あとですね、他にも継続の番組ですね、チャリティーイベントサンクス、こちらの方はね前期の時には番組の中でね、保護猫カフェを紹介して、そちらのマタタビアンさんの方のね猫ちゃんの写真集を三重チューブで作ったりして、今ねまたタビアンさんで販売してます。三重チューブにもねちょっと置いてあるので、ぜひぜひですね保護猫活動の
寄付付きの本を作りましたのでね、皆さんよかったら保護猫活動に協力してください。なんか番組を通してね、そういうことが一つ形になったのがすごい嬉しいなって実は思っています。あと他にもですね、見えっぷり、これはね、見えが良くなったらいいなって、私は見えでこんな活動してるよとかね、こんなこと考えてるよみたいな人たちがなんかそれをお話しするような番組ができたらいいなってことでですね、こちらもまだあまりたくさんできてないんですけれども、これからもね、そういう見えが良くなったらいいなっていう思いのある人の、声を届けていけるように頑張りたいと思います。そして、鈴鹿ファンファン、四日市ファンファンという番組が実はありました。でもこちらはね、鈴鹿ファンファンっていうのを一つだけ作っただけで、そうですね、この後期頑張ってね、いろんなお店を紹介する番組なんですけれども、やっていきたいなと思ってます。で、私ね、百貨店とかに出店とか期間決まってですね、自分の商品を持って行って、そこである期間だけちょっとブースを作って販売するっていうような、そう、百貨店出店に行ってたことがあるんですけれども、このファンファンという番組はそんな風にこの YouTube の、ね、一角にね、ご自分のお店の出店をしていただいて、お店のことをいろいろ紹介していただく、そんな番組で、ね、うちのお店の紹介したいなって方、ご出演いただける方募集しております。これがね、まあ、前からやってる継続番組、結構数ありましたね。そしてまたね、他にもちょっと新しい企画が、いくつか上がってまして、そうですね、今まではね、1週間に1回とか2週間に1回とかだったんですけれども、実は帯番組が、毎日の帯番組というのが一つできます。こちらの方のタイトルは業界年間365っていうんですけれども、ね、なんか妖怪人間みたいに聞こえますけど、業界人間です。いろんなお仕事されてる方に、私がね、インタビューをさせてもらって、皆さんの業界の話、自分のお仕事のね、こととかをお伝えいただく、そんな番組で、実はこちらの方もね、自分のお仕事の話をしたいなって方を募集してます。この YouTube のね、番組に出てお話しされたら、その番組っていうのはずっと一生、YouTube 使ってるのでね、YouTube にずっとあるんですね。だから自分も、ね、インタビューされてお仕事のお話をする番組、ね、こういうのが一つできたら、それをね、自分の、ホームページのトップに例えば埋め込んでおくとか、いろんな使い方ができると思います。皆さんぜひね、こちらの番組も出演者の方募集してますのでね、ぜひご登場ください。皆さんのご出演お待ちしています。そんな感じでね、他にもね、ワンニャンチャンネルとかね、これはちょっとワンちゃんとかね、猫ちゃんとかのことをやろうっていう番組なんで、まだ細かいことが決まってませんが、そういうものをしようとか、あとスクールチャンネル、何かね、例えば手芸とかね、編み物の先生であるとかね、でそれとか、あと、まあ、例えばすごい政治に詳しくて、そういうお話をミュージックの番組の中で、まあ、授業をしていただくような、大人の対象でもいいし、子どもさん向けの、ね、レクチャーでもいいし、そうやって番組の中で先生をしたい方、そういう方の番組を作ろうと思ってまして、これもね、番組に出て自分で授業したいなってこと方をね、募集しています。そんなわけでですね、いろんな新しい番組が始まるミエチューブ後期ですけれども、また4月から9月までぜひ皆さんよろしくお願いしますね。ミエチューブの番組を見ていただいたり、ね、ご出演された方は本当自分の YouTube 動画としてね、いろいろ、例えば番組のリンクを QR コードにして、
私はここで私の番組ここで見れますよみたいに、例えば名刺にねつけてもらったりとか、いろんな使い方ができるかなと思います。駆け足でいろんな番組紹介しましたけれども、まあとりあえず見てください。では皆さん、4月からの名中部もぜひよろしくお願いします。楽しんでみてください。では